はい、今回ですけども、去年の年末、都内に行くことあって、なんていうかな、シェアハウスというか、シェアルーム。ちょっとシェアルームに、ね、泊まることがあったんで、ちょっと紹介というか、こんなとこ泊まってきたよっていうのを、公開というか、シェアしたいと思います。何が原因で、まあ、とりあえずね、まあ、泊まるとこを探してたっていうのもあるんですけど、まあ、えらい値段安いなっていうとこがあって、まあ、田舎だったら普通に、まあ、探したらっていうか普通にあったりとか、まあ、ビジネスホテルとかで、実際あったりとかするんだけど、街のど真ん中で5000円台で、まあ普通に泊まれたりとかっていうのは普通ないだろうって。うん。容易に、想像したら容易に想像できると思うんですけども、調べてみたというかね、エントリーしてみたんですけど、そこのシェアルームっていうやつね。まあシェアルーム自体がちょっとよく分かってなかったんですね。最初泊まるときって言ったら、なんだろうこの値段が妙に安いのは、ほんで、なんでこの値段で安、泊まれるんだっていうのがあって、ベッドがなんか、もうシェアされてるっていうか、共通っていうかね。あの、一部屋に、なんていうのかな、ベッドが何個、こう、ね、二段ベッド。二段ベッドがね、三つも四つもあって、そして、まあ二段ベッドだから、まあ八人寝れる。四つあれば八人寝れるじゃないですか。二人ずつ寝て。っていう感じでシェアできるんですね、部屋が。で、まあ、そのシェアできるから値段が安い。シェアルーム。なんていうか、英語とか他の国の言葉が、他社内の、結構ね、喋れたら、いろいろね、そういう人たちとも、友達になれたりとか、っていうのが、まあ、なんていうかな、魅力というか、それがまあ、シェアルームっていう感じですね。部屋はこんな感じで。で、まあ、トイレも綺麗かったですね。トイレの、このなんか、石鹸とかも、普通やったら、こう、ボタンを押して、出してきて、さーって手洗うと思うんですけど、そこのシェアルーム、このシェアルームの、うん、そうですね、石鹸水というか、あれは、自動でしたね。手かざしたら、自動で出てきて、で、まあ、洗うことができる。意外と、なんか、置いてる設備も結構意外と良かったですね。こんなにいろんなもんが置いてあるんか、みたいな。印象がありました。いや、なんですね、トイレもね、共用で、まあみんなで使うんですけど、ものすごい綺麗で、こういう感じでね、テレビもあって、トレーニングルームみたいなのもあって、部屋がね、建物の、開け閉めが自動で、アプリ入れて、アプリ管理なんですよ。教えてもらったアプリ入れて、アプリをタッチするだけで、鍵を開けたりとか、閉めたりとかできるっていうね、感じで。まあ、位置情報をもとに、まあ、GPS をもとに、その鍵を開け閉めできるっていう感じのスタイル。意外とね、合理的という、意外とね、便利って言うたら便利かな。いちいち鍵持ち歩かなくていいし、そのアプリだけ起動させて、タッチするだけ。それだけで開けたり閉めたりできました。で、まぁ、ちょっと謎だったのが、そこのホテルの謎だったのが、ちょっと唯一謎だったのが、自分がね、ちょっと泊まった時に、ちょっと怖いなって思っちゃった、ちょっと謎の仕様があって、仕様というか謎のものがあって、なんかね、こう、建物なんか入るじゃないですか。入って、その階段のところにずらーっとね、男の人の裸の、なんか写真集みたいなのがずらっと置いてあるんです。向こうの AV かなんかのあれかな。なんかよくわかんない。向こうの人って、鍛えたりとかしたら、なんかそういうの、写真とかで見る、なんかそういう風習、なんかあるのかな。なんかよくわかんない。ちょっと日本とちょっと、一言で言ったら、ちょっと、日本人からしたら、ん？何これみたいなものがちょっと置いてましたね。なんだろうこれっていう感じの、ものが置いてて、それだけがちょっとね、唯一、謎というか、よくわかんない状態でしたね。それを置けば結構ね、いろいろ、面白いかなって思った。ちょっとね、自分の中でびっくりしたね。建物のこの出入り口のね、
この写真とかね、ちょっとかなり謎なんですよね。ちょっとそれだけがちょっとなんか、あとね、なんかこう、ホテルに泊まってた、滞在してたお客さんというか、他のね、お客さんがみんな、韓国人みたいな、タイの人なんかな、なんかよくわかんないですけどね、やたりましたね。それはすごいちょっと気になったかなっていうぐらい。で、まあ、シャワーとかね、がまたこれ開放的というか、独特というか、興味のある方はね、一度泊まってみても面白いかなと思います。意外とね、六本木ヒルズとかね、1.6 キロとかね、意外と近いんですよね。青山なんですよ。青山の墓地かなんかがあって、その裏側にある感じ。イメージ的には。だちょっとね、びっくりしたのは、その行くときに、周りがなんか、夜行ったんですよ、夜、そこに。なんかね、墓石いっぱいあるんですよね。ちょっとはね、イメージ、そう、その行ったタイミングとかがね、すべてね、なんかすごい謎にね、なんかね、僕の中ですごい、なんとも言えない印象をちょっと残しちゃって、まあ今となったらいい思い出なんですけど、その時はね、なんでこんな墓地というか青山ってこんな墓地多いのみたいな、歩きながら、ほんで真っ暗だったからね、余計思うわけですよ。ほんでね、いざホテル着いたらなんか写真なんていうかな、玄関先がなんかホモホモしいというか、何この写真はみたいな。そして中入るでしょ、インターホン鳴らして中から人出てくるじゃないですか。その人もなんかね、パキスタン人みたいななんか人が出てくるわけですよ。だから結構ビビるわけですね。何この人みたいな。なんか、とりあえず日本人じゃないのがちょっとビビるし、まあ行った時間も悪かったしね。晩の7時、8時ぐらいですよ。どうせったらもう、夕方の4時、5時ぐらいとかね、もうちょっと明るい間に行っとけばよかったんですけど、そんな感じだったんでね、着いた時間だったんで、結構いろいろね、ビビらされました。で、入るとき。で、まあ、着いた時にはね、もう申し込んでたんで、カード払いにしてて、で、もう、なんていうかな、もう支払い自体は終わってるんで、もう、説明だけですね。で、ご飯を、まあ、適当にどうぞ、みたいな感じ。なんかこう、食べるんとかは自分たちで食べてね、みたいな。まあ、すべてが初体験なわけですよ。で、すべてがなんかこう、部屋がね、ほもほもしいというか、みたいな。それがね、すごいもう、自分の中でびっくらこいたっていうか、あれはなかなか、経験できない体験でしたね。まあ気になった方はね、この、概要欄に一応、そこの場所、貼ってますんで、また連絡して、一回泊まってみるのも面白いかなと思います。できれば、自分がちょっと経験したいとは思うんですけど、晩には行かない方がいいかな。泊まりに行くんだったら、ちょっと早い時間にエントリーして、エントリーというか、現地に向かった方がいいかなと思いました。変にね、晩うろつくとちょっと結構怖いというか、ちょっとビビるかなっていう感じ、いろいろと。まあ近くにもコンビニあるんでね、ほんで墓地が並んでて出るし、圧倒的に何もないんですよ、コンビニも何も。まあ実は裏手にあるんですけど、そのホテルのある、近くにね、近所にね、あるんですけど、わかんないですよね。マップで調べたら出てくるんですけど、それがちょっとね、最初わかんなくて、一体どうなってるんだこれはみたいな。まあこれ面白いなって思った方ね、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。ね、結構なんだかんだ言いながら、このチャンネルだいぶね、登録者増えてきました。まあしばらくまだ出さないですけどね。まあということで、会話はここまでで、ということで。